フィギュアスケートのグランプリシリーズロシア大会は21日、女子シングル後半のフリーが行われ、2015年の世界選手権を制したロシアのエリザベータ・トゥクタミショワ選手が優勝を果たしました。こんばんは。本日は11月の22日、日曜日になっております。カブ君のフィギュアスケートのニュースをお伝えしていこうと思います。フィギュアスケートのニュースというかね、これはフィギュアスケートに革命が起きるんじゃないかというね、とても珍しいニュースでして、これだけ聞くとですね、何が意外なのか全く分からないですし、何言ってんだよってね、何が革命なんだろうってすごく気になる方多いと思うんですが、トゥクタミショワ選手が勝つっていうのは誰も予想をしていなかったんですよ。彼女はもちろんトリプルアクセルが飛べるんですけど、ただ、やはりですね、最初の最近のトゥルソワ選手、それからですね、アレクサンダル・トゥルソワ選手ですね、それからですね、もう一人トリプルアクセルを飛ぶことができる、トリプルアクセルを飛ぶことができるですね、アリオナ・コストルナヤ選手ですね。やはり、彼女たちにこう軍配が上がっていたかなというふうに思ってたんですよ。やはり若い選手ですし、特にトゥルソワ選手はですね、練習では4回転ループ、トリプルアクセル、トリプルトーループ、4回転トーループなど、たくさんの種類の4回転ジャンプを飛ぶことができます。特に4回転ルッツ、4回転フリップですね。で、今シーズンは新しく4回転ループを身につけてきたということでですね、かなり、やはり若い選手、期待があったんですけど、だからこそ、トゥルソワ選手や、それからトリプルアクセルを安定的に飛ぶことができる、去年の、欧州選手権の金メダリスト、そうですね、アリョーナ、コストルナヤ選手ですね、を、破って、トゥクタミショワ選手が優勝するっていうのは、これはかなり意外です。で、トゥクタミショワ選手は23歳。ロシアの選手、結構ね、若手が活躍して、その後はですね、最近の中では、そうですね、いなくなってしまう選手も結構多い中ですね、このトゥクトミショワ選手は、本当にこう、陰ですごい努力をされてるなと思いました、今日見て。素晴らしいです。23歳で、浮上してくると。これまでもね、何度か、いろんな大会で勝ってきたとかあるんですけど、やはりね、オリンピックに出場できなかったというところで、いろいろこう心の中では、悔しい思いもありながらね、あったとは思うんですが、今回こう優勝できたということで、かなりね、またオリンピックに向けて、モチベーションを、持ち直すことができるんじゃ、できるんじゃないかなと思ってます。で、僕ね、ちょっといろいろ変わってまとめてみたんですけど、トゥクタミショワ選手に関して。これちょっとあれか、字が逆になってますね。字が逆だ、すいません。字が逆になってるんですけど、まず、そうですね、彼女の魅力をちょっとお伝えすると、とにかくスケーティングに男気があると。男気ですね。トゥクタミショワ選手の素晴らしい点って、すごい、滑りがですね、男気があるんですよ。女性の選手なんですが、男気があるというか、根性があると言いますかね。とてもその男気があります。気合が入ってるんですね。で、あんまりこう失敗してもですね、くよ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 することはないですね。嬉しい時はこういうガッツポーズをするんですけど、とても客観性があると言いますかね。男気があって、心の安定してる部分があるのかと思いますね。ロシア選手、ちょっとね、心がちょっとやっぱり大人になっていくにつれて、少しこう心が弱くなってしまう選手が多い中ですね、トゥクタミショワ選手は、そういった強い心、本当にこう、鋼鉄の心を持っていると思ってまして、これがですね、これまではなかなか、試合とか結果、結構上の方なんですけど、優勝したりとかね、あったんですけど、でも、一時的にこう低迷する時期があったわけですね。なんだけども、今回223点という総合得点ね、叩き出して勝ってるんですが、これ結構高い点数だなと思ってまして、場合によってはね、北京オリンピックで金メダルを狙うことができるような、そういう点数だと思ってるんですね。
あとは彼女はですね、まあ、他のロシア選手に比べるととてもユニークな滑りですね、男気があるというところはちょっとあるんですが、まあ、トリプルアクセルの入り方とかですね、まあ、独創性があると。あと、まあ、全体的な衣装としても黒いくて、まあ、衣装の感じも少し違う、雰囲気がですね、全く他の選手とは違うんですね。まあ、ここら辺に関してはもうちょっとね、お伝えを今度違うところでお伝えしていこうと思うんですけども、全くね、個性的であり、他の選手とは違った魅力がある、まあ、そういう選手だなと思うんですね。まあ、あと男気があるのと、あとは努力ですね。まあ、とてもその諦めない努力、根が強い、根強さっていうところはやっぱりあると思いますね。はい。まあ、だからね、やっぱり彼女も、すごいね、努力されてるなというふうに思って、まあ、今回のこのロシア選手権の優勝、まあ、とてもね、あ、違う、グランプリシリーズロシア大会のこの優勝はですね、彼女にとってモチベーションになったんじゃないかなというふうにも思います。まあ、ただですね、今回、トゥルソワ選手や他の選手がやっぱりジャンプを失敗してるからこそっていうのもあるんですけど、でもやはりね、彼女のずっとこの活躍とか、それから安定した練習とかを見てると、まあ、地に足がついている選手なのかなっていうふうにも考えられますので、まあ、今後ちょっと期待してみるといいんじゃないかと思います。というのは、この独創的な演技ができるので。まあ、どんな大会でも平均的な力を出せるっていうところがあると思うんでね、注目してみるといいんじゃないかと思いますね。はい。それからですね、じゃあ今回なんでじゃあ他のトゥルソワ選手が失敗したときとかね、他の、強い選手がちょっとなかなか上に出てこなかったのかなっていうところ、ちょっと僕の想像をちょっとお話ししますと、まあ、おそらくなんですけど、まあ、その試合に向けたですね、練習、これのモチベーションですね、やっぱりモチベーションの取り方ですね。これが難しかったのかなと僕は考えています。モチベですね。まあ、やはり、まあ、新型コロナの中でですね、どういった大会に出場できるのか、自分がエントリーしている試合が開かれるのかどうかわからない中でですね、やはり試合に向けた練習をすることができなくなりますよね。難しくなってくると。モチベーション落ちにくくなると思うので、まあ、こういったその難しい状況の中でもですね、やはり鋼の心を持って練習を重ねてきたトゥクタミシュワ選手が、まあ、やはりこう、コロナ禍であったとしても強かったというふうに僕は考えてます。まあ、つまり、なんか試合が開かれないんだったら別になんかちょっといいかっていうね、そういった姿勢ではなくて、こういった時こそですね、逆にこう頑張ろうっていう、そういったね、ところがもしかしたら、試合の結果として現れてきているのじゃないかなっていうふうに考えられますね。まあ、ロシアは層が厚い中ですね、さらにこう、年を重ねてきちゃうと、まあ、さらにこう、それだけでですね、年を重ねるだけでですね、不利になっちゃうっていうのがあるんですが、アレクセイ・ミーシン先生ですね、と共にですね、とてもこう、努力されてるシーンっていうのが、まあ、何回も練習の方でも見て取れますので、とてもね、意外であり、そして革命的であり、ちょっとこういうトゥクタミシュワ選手みたいな選手が、優勝するとですね、まあ、世界の見方っていうのも変わってくると思うんで、まあ、もしかすると、彼女、これからもっともっと期待されてくる、選手になるのかなと。点数がね、とにかく223点って高い点数だと思うので、まあ、そういった意味でもとてもね、今後、まあ、トリプルアクセルも1本目は成功したんですが、2本目にちょっとミスはあったんですよね。だけど、あ、違うか、トリプルジャンプ、アクセル、まあ、ちょっとミスあったんだけども、まあ、その後ね、少しミスがあったとしても、まあ、この点数だと思うので、まあ、結構その、まあ、そうですね、実力はあると思うので、それから実力がある中でユニークな滑り、男気がある、努力を重ねている、年が23歳、まあ、いろいろね、このトゥクトアミシュワ選手は、まあ、その他の選手と違った、独創性、そうですね、あると思うんで、まあ、とても革命的な選手が勝ったなと思ってます。はい、それでは本日は、僕がね、このちょっと面白いなと思った、女子フィギュアスケートグランプリシリーズロシア大会、トゥクタビショワ選手が優勝したということについてお伝えしました。ありがとうございます。